先日書類送検されたお笑いトリオジャングルポケットの元メンバー斉藤慎二容疑者に関してとある事実が明らかになった。警察が同氏を書類送検したことが公になるや否や、所属先の吉本興業は斉藤容疑者のマネジメント契約を速攻解除したことを明らかにしていた。この事務所の迅速すぎる動きに関して各メディアが今回の事件の裏に隠された斉藤容疑者の裏の顔について報道し始めている。昨年の不倫問題に続き今回の女性への加害疑惑、斉藤容疑者は女性関係以外にもとある大きな問題を抱えていたことが話題となっているのだ。今回は元ジャングルポケット斉藤慎二容疑者、実はギャンブル狂の借金まみれだったという衝撃の事実、妻瀬戸沙織氏の対策も虚しく、関係者芸人仲間からの借金総額は億単位だったことが発覚。契約解除で5000万円の年収を失いガチで追い詰められてしまっている件について紹介していく。お笑い芸人ジャングルポケットの斉藤慎二容疑者が20代の女性に危害を加えた疑いで書類送検された件。連日の報道によれば、斉藤容疑者は今年7月都内の路上に駐車していたテレビ撮影用のロケバス内で知人女性と2人きりになった際に行為に及んだと言われており、本人も警察の取り調べに容疑を認めているとされている。一方、妻の瀬戸沙織氏は報道を受け、その内容の一部を訂正するポストを投稿したことも話題となった。瀬戸氏は斉藤容疑者のロケバス内での不貞行為があった事実を認めながらも、両者は以前から SNS などを通じて連絡を取り合っていたと明かし、2人の間には同意があったと主張。警察に対してもロケバスのドラレコ映像等を確認するよう弁護士を通して求めていたことを説明した。しかし一方で、被害を訴える女性はその日斉藤容疑者とは初対面だったと話しており、両者の主張は食い違っている。さらに女性は妻瀬戸氏の SNS 投稿についても、斉藤氏の家族から私に好意があったと、まるで私に非があるかのような事実と異なるコメントが出されたと主張。瀬戸氏の SNS ポストが世間からの誹謗中傷や根も葉もない憶測を助長していると厳しく断罪した。女性は斉藤容疑者を絶対に許すことはできないと処罰意識を強く持っており、瀬戸氏の SNS 投稿はそんな女性の神経を逆なでする結果に、こうして示談成立からさらに遠のいてしまったのだ。ちなみにこの件に関しては警察も異例の厳しい対応をとっていることがメディアによって報じられている。斉藤容疑者総知事、警察は厳重処分の意見をつけており、これは警察が検察に対しこの事件については警察から見ても公判請求すべきとの見解を述べていることを意味する。通常密室で起きる本件のような事件の場合、同意の有無など客観的には判断しがたい点が多い。そのため通常は警察も同様の事件には検察に判断を委ねる相当処分の意見をつけることがほとんどなのだ。にもかかわらず厳重処分の意見がついたということは、警察の捜査の段階で斉藤容疑者側にそれに相当するような悪質性が認められる行為が確認されたのではないかという見解も出始めている。ちなみに今後検察がこの事件を起訴し有罪が確定した場合、斉藤容疑者は実刑になる可能性が著しく高い。日本では起訴された刑事事件の実に 99.9% が有罪判決となっている。さらに斉藤容疑者にかけられている不同意功罪は5年以上の懲役で、執行猶予は原則認められていないのだ。つまり起訴されれば最後斉藤容疑者には5年間の懲役刑が科されることになる。林騒動で世間を騒がせ、レギュラー番組でも謝罪をし、みそぎの真っただ中だったはずの斉藤容疑者、事件発覚後即刻同氏のマネジメント契約を解除したことを報告した吉本興業だったが、これに対してこんなコメントも出ている。ジャンポケ斉藤って不同意なの否定して弁護士立ててるの、松本人志と同じような状況じゃないの。なのに斉藤さんだけ速攻契約解除されてんの、忖度すぎて笑うんだけど。昨年末松本人志氏の問題が明るみになった際、胃の一番に事実無根を訴えていた吉本興業、世間からは吉本興業のこの対応の差の背景には事務所側の忖度があるのではとの声が散見される。しかしどうやら斉藤容疑者に関しては女性関係以外でも大きな問題を抱えていたようだ。
女性自身の記事内で、とあるスポーツ紙関係者はこのようにコメントしている。8月上旬から体調不良でレギュラー番組を休み、9月には活動休止が発表されましたが、不可解な休養には当初から女性問題ではといった疑惑がささやかれていました。今回の件についてはまだ疑問点が多いものの、所属の吉本興業が解雇したこともあり、被害者女性との間に何かしらのトラブルがあったことは間違いないのではないでしょうか。吉本興業が斉藤容疑者を解雇したということは、事務所側にもそれなりの根拠があっての判断であるはずだとの指摘。そして同記事内では吉本関係者も取材に応じているようで、今回のことは想定内のことでしたねと話しているのだという。斉藤さんは性格もよく同業仲間から好かれていたのは事実ですが、一方であの人はやばいと評判でした。平たく言えば令和の今も飲む打つ買うの昭和の芸人気質というか、例えば番組をやっていましたし、趣味が競馬だというのは有名な話だと思うんですが、ギャンブル一つにしても限度というものを知らないんです。だから競馬に負けた借金も多額のものがあり、実際には1億円じゃ効かないという噂もあります。10月10日に発売された文春の記事内では、関係者が斉藤容疑者について、実は斉藤は大谷翔平選手の元通訳水原一平と同じように重度のギャンブル依存症なのです、そのために借金も抱えていましたとの証言が掲載されている。実際にジャンポケのメンバーである太田さんやおたけさんから競馬代として30万円借りたなんていう報道もありましたけど、本当に芸人仲間からは借金まみれだったみたいです。体調不良を理由に斉藤容疑者の休業が発表され、その後立て続けに番組の降板も発表。これによって世間から心配の声が多く上がっていた頃、同事務所所属の霜降り明星粗品氏も自らの YouTube チャンネルの人気企画一人三品の中で斉藤容疑者の休養を取り上げた。その動画の中で粗品氏は斉藤の体調を心配するコメントをする一方で、もしこれ見てたら金でなんか困ってたら言ってください、俺なんとかしますからと斉藤に呼びかけていた。粗品といえば本人もギャンル好きのイメージが強いが、事務所内では斉藤容疑者のこういった一面は周知の事実だったのかもしれない。前室の吉本興業関係者はさらにこのように付け加えている。お金がなければ競馬を控えればいいのに、それでも借金するほどかけてしまい、断られると最後は土下座で泣き落として頼むこともあるそうです。相手としてはあのキャラだからかわいそうに見えて貸してしまうそうなんです。数多くいる吉本の中でもトップクラスの破天荒芸人だったと思いますね。斉藤容疑者といえば明るい芸風で知られる一方、小学3年から中学までの目被害の過去を告白していることでも知られている。メディアや講演で自身の体験を語り、同じ境遇にいる人たちの支えになっていた部分もあっただろう。ギャンブルや借金、そして今回の刑事事件を起こした一面とは相入れないようにも思えてしまう。しかし斉藤容疑者が出演していた競馬番組をめぐってはこんな生々しい話も出てきている。9月に斉藤容疑者が降板となったテレビ東京のウイニング競馬では MC を11年務めた。そもそもギャンブル大好きな斉藤容疑者は一時はのめり込みすぎて借金が雪だるま式に膨らんでいたという。競馬番組 MC として視聴者と同じ立場に立つことを信条としていた斉藤容疑者、番組では馬券を自腹で買い、高額の単勝や副賞を購入して視聴者を楽しませていたという。しかし斉藤容疑者の状況を知る番組スタッフからは購入金額を落とすよう提案されることもあったそうだ。さらに斉藤容疑者のこのような状況を妻の瀬戸氏も把握していたようだ。4000万から5000万円とも言われる斉藤容疑者の年収を散財するリスクを考えた瀬戸氏、子供にかかるお金のことも考えたのだろう。妻は夫の散財を防ぐため小遣い制を採用していたというのだ。さらに瀬戸氏は斉藤容疑者が散財するのをやめてくれるようにとの願いを込め、こんなこともしていたようだ。芸能プロダクションの関係者は、ギャンブルへののめり込みを心配する瀬戸さんがこの財布を見たら家族のことを思い出してとプレゼントしたんです。最近では本人も反省し、プライベートでは100円1000円など購入金額を落としていたんですが、心配した妻の提案した小遣い制が裏目に出てしまったということなのだろうか。どんどん膨らんでいったという斉藤容疑者の借金、
しかも最終的に今回のような事態に陥り、5000万円の収入がなくなってしまった。さらに加害疑惑で書類送検されているという現状。果たしてこの膨大な金額の借金を斉藤容疑者は返済することができるのだろうか。これに対してネット上では、ジャンポケ斉藤、借金まみれで無職で再就職不可、完全に詰む、これに前科までついたら普通にヤバいやん、どうすんのよ。お金のこともそうだけど、欲望を制することができない人なのかな。ふがバレた時、あんなにしょんぼりして反省してるように見えたのに、やっとテレビにも出られるようになってたのに。ロケバスの中で子供や奥さん、仲間の顔が浮かばなかったのか、なぜ止められなかったのか。もし病的なものがあるなら、しっかり治療に取り組まないと繰り返しそうで怖い。昨年の不報道ですでにイエローカードが2枚揃っていた斉藤容疑者、それでも寛大に受け入れてくれた妻瀬戸氏。そんな状況でも自身をセーブできない斉藤氏に対し、何か精神的な部分で問題があったのではないかとの意見が多く見られた。大谷選手の銀行口座からギャンルの胴元に送金していたことが発覚した水原一平氏も、裁判所から出された釈放条件に更生施設に通うことが含まれていた。なかなか自分の努力だけではどうにかなる問題ではなかったのかもしれない。さらに、ギャンブル依存症が本当だとすると、競馬番組の司会をしていたこと自体もかなり大きな問題になるのでは。仕事としてしていたことが実は依存症を助長させていたことも十分考えられる。エンターテインメントの面もある競馬なので、ファンらが安全に楽しく遊べるようテレビ番組をはじめマスメディアは十分配慮対策していくべきでしょう。競馬番組の顔を11年間務めてきた斉藤容疑者、これはある意味彼がギャンブルを続ける免罪符になってしまっていたのかもしれない。賭け金が高額になれば番組も盛り上がる。前述したようにスタッフが静止していたという事実もあったようだが、本人もやった方が番組も盛り上がるだろうという考えが言い訳になって拍車をかける結果になってしまっていたかもしれない。借金まみれって言っても地方の馬主資格を得るときに資産調査とかもされてるはずだから、あまりにも負債が多かったら馬主になれてないんじゃないかな。っていうか一等だけだけど、所有馬は今後どうなるんだろうね。予託料も発生するわけだし、レースに出走させるにも金がかかる。そんな余裕があるのかどうか。番組内では馬を購入し馬主にもなっていた斉藤容疑者、コメントをした人物によれば、馬主になるためには審査を通る必要があるため、報道で言われているほどの負債があったわけではないのではないかとの指摘も出ている。現在噂されているような負債がないのならばそれに越したことはないが、それでも年収5000万円を失ってしまったことは致命的。斉藤容疑者の置かれている状況が極めて厳しいことに変わりはないだろう。これ以外にも、これじゃあ吉本から切られても仕方ない、もう戻る場所もないだろう、 YouTuber になるのかな。これが本当なら家庭にお金を入れることができてたのか。不同意公の相手に示談金を支払うのだって無理だろう。それを吉本に借金して立て替えてもらおうとしてたのか。斉藤に待っているのは破滅の道だけ。精神的に脆さもあるというから、誰かそばにいないとやばいのでは。辛い時期を乗り越えて芸人として成功して可愛いお嫁さんをもらい、可愛い息子も生まれたのに、自ら今まで築き上げたものすべてダメにして、本人は身から出たサビだとしても、斉藤さんを支えてきた周りの人たちがあまりにもかわいそうでならない。など、今後の斉藤容疑者の行く末を心配する声や、斉藤氏の二面性が信じられないといった旨のコメントが多く上がっている。事務所からは契約解除され、事件の内容や報道の大きさから見ても、芸能界復帰は絶望的だと言っても過言ではないだろう。多額の借金を抱える中、最後の手段の示談をするにしても、示談金を支払う術すらもはやないのではないかとの声が上がっている。妻の瀬戸氏は、昨年の斉藤容疑者の不報道の際も、芸人の妻として斉藤容疑者を支えていく懐の大きさを見せていたが、今回ばかりは刑事事件に発展してしまった上、何より年収5000万円が絶たれた状況、子供のことを考え、さすがの瀬戸氏も斉藤容疑者の元を離れていくのではないだろうか。おそらく周囲の人間もそのように助言するだろう。そうなれば斉藤容疑者は拠り所を一切なくしてしまうこととなる。今後斉藤容疑者が起訴されるかどうかに注目が集まる中、一体本件はどのような展開を迎えることとなるのだろうか。